しい気持ちになれる服って大事ですよね、うん、これからでこれだけがこうね本当に軽い。あ、そうなんだ。めっちゃ軽いよこれ。ちょっとした後ろのデザインとかも気になったりとかして、キュッとすごい可愛いんだよね。自転車乗る人も最近多いから。確かにね、移動にね、うんうん、似合ってる。さすがアンバサダー。似合っております。すごい似合っております。優しい色味、うん、かわいいです。こういう色大好き私、うん、似合う似合う。中もね、いいちょっとボア中綿が入って本当だ。取り外しもできるんで、はい、そう気温によって、うんうんうん、いいですね。素敵です。こういうのも1枚持っとくて、1枚持っとくと本当に便利ですね。便利。はい、そしてあとこの色に秘密のあるシャツドレス、これも着てたね、はるちゃん。これもね、着てたね。あの、鼻を持ったわ、うんうん、見たわ、見たわ、かわいかったわ。そうそう、これシャツドレス、絶妙な色ですよね、さらっと1枚、はい、これは何で染められてるんですか。まず、白は白は、エキナセア。正解、正解です。最後のはるみちゃんが言ってた、うん、食品の無駄にしないようにその廃棄物みたいなものを使って染めてるってお伺いしました。すごい綺麗な、ね、優しいベージュ、はいはい、これはなんだ。エスプレッソ。正解でございます。コーヒーこういう色になるんですねっていう。確かに、エスプレッソのもっと強い色になりそうだけど、ね、結構この優しいブラウンになるんだなって思った。そうです、思いました。私も初めて見た時、ちょっとさ着て可愛いよね、一枚でさ。あ、そのブーツとかにもいいよね。でさ、パンツとレイヤードシュートもいいしさ、これすごいめちゃくちゃ便利なアイテムだなって思いました。ハイネック着てもいいし、重ねやすい。確かに、ね、可愛いですね。可愛い。などなど、他にもいっぱいあるんですよ。いろいろ、あと、ね、靴とかも作ってらっしゃるんですけど、そうだ、靴、そう、このスリッポンとかもすごいですよ。これはあれですね、ペットボスボトルをリサイクルした人工スエードを使っていらっしゃったりとか、うん、すごい軽いの、すごい軽いの、ね、履いてないみたいだよね、これ。こんな軽かったっけ。すごいよ、撮影で履いたけど履いてなかったんだ、軽すぎて。すごいの、このカラーもすごい。バーガンディも、バーガンディも、やっぱこのコレクションにやっぱり合ってる靴の音とかも素敵だなって思いますね、うんうんうん、あれですね、ちょっとラグレンジウェアではないですけど、はい、レギンス、レギンスね、はい、レギンス、これ、あの、これもね、皆さん結構最近フィットネスされてらっしゃる方も多いと思いますけれども、このね、シワが寄らない加工で、あの、股のところのシワがキュッて寄るじゃないですか、レギンスで、うんうん、そういうものが寄らずに、もうほんと1枚さらっと貼れる、あの、履ける、こういう感じのユニークアーツな、気持ちいいね。え、これ本当にね、美脚に見えるんです。あ、そうなんだ、美脚レギンス、美脚レギンス意識したのかな、作るねえ、やっぱりアシックさん、うんうんって美脚も意識されてたんです。まず足綺麗に見せる、本当に綺麗に、なんかあのジムの鍵とか入れる、あ、鍵入れるやつ、あと100円ロッカーとか、後ろにポケットがあって、ね、これ意外に便利ですよね、うんうん、これもうすでに石でものすごい売れている。そうなんだ、これはね、人気になると思う。ピタッてしすぎてて脱ぐ時とか結構きつかったりとかするじゃん、うん、それがなさそう、うんうん、柔らかい、ね、これもちょっと微妙に黒じゃなくて優しい、ね、チョコレートブラウンですね、綺麗な色ですね、はい、ピンク色です、いいね、これでなんかヨガとかしたら気持ちよさそう、うん、本当に、あとなんかちょっとこれから肌寒いから、このちょっと そうだね、暑い感じが、うんうん、厚手な感じ、下に履いて、さっきのシャツドレスの下に履いた、確かに確かに、うんうん、いいですね、確かに、ね、これ脱いだらジム行けますもんね、そうですね、そのまま行ける、はい、うん、はい、そっか、そっか、なんかこういう今の季節に良さそうなこういうロングカーディガンとかがあったりとか、うんうんうん、こういうワンピースがあったりとか、こういうワンピースでどういう風に着るとなんかこう秋冬のトレンド的にいいですかね。なんか今日富永さんが着てるみたいに、あのタートルを合わせたりとか、うんうんうん、かわいいですね、うん、結構ね、ちょっと合わせてみたりとか、かわいい、グリーンとこの赤瀬とかもかわいいですね、うんうん、あとは普通に
上からニット着ちゃっても可愛いし、ジャケットでも素敵だし、結構シンプルだからいろんなコーディネートが楽しめそうかなっていうふうに思いますね。でももちろん一枚で着てもね、両方使えるんですね、これね。フロントをどっちにしてもいいっていう、この V で開けてもいいし、こっちもいいんだ、あ、便利。後ろ開きにしてもいいし、スリットが入ってて、万能さんですね。いや、そうです、ポッケもついてるわ。ポッケ大事、ポッケ大事、ポッケ大事、大事大事とかね、こういうちょっとワンマイルっぽい感じのセットアップも、例えばジャケットとか結構カッチリめのコートとか合わせたらお外行ける感じで、そうですね、ジャケット今ね、スウェットすごい皆さん、流行ってますからね、流行ってますよね、これ上位。やっぱこのニュアンスのこの色がやっぱり他のところでなかなかない、出ないですね、すごい、これが可愛いな、女性らしくて、あ、これにも食がテーマなんですね、秋冬コレクションのテーマが食なんですよね。ヒーカラー、ボルドとか。カフェにちょっと。ピンクベージュはフィルで、さっきのライトグラムはクルミ。あ、これクルミ。クルミっぽい。確かに。なんか気持ちがほぐれる優しい。で、ボルドーは何ですか？靴、さっき食べたい。ザクロ、女性ホルモン、女性ホルモンで、はい、ザクロビーツ、結構ね、あの体が元気になる食材みたいなものがイメージなので、すごくナチュラルなカラーなんですけど、合わせやすい、そうですね、はい、すごい素敵、すごい似合ったもん全部、え、本当に、ビジュアル、なんかもう、あの何のストレスもなく撮影を終えたんです。いいね、本当にこうあきついなとか、ちょっとパンツ、なんだろう、ここがギュッてなってるとか、そう、撮影の時って割とストレスあるんですけど、もうノーストレスで、心地よく分かりました、日常の延長のような、それがちょっと出てた、表情にも出てました、リラックスした、リラックスしながら、はい、出てました、出てました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。次、ちょっとエクササイズをね、お願いしますので、この後はちょっとこのお洋服からアクティブウェアに、ね、着替えていただいて、小顔を通り過ぎております、すいません、で、あの皆さんのお待ちかねの瞬殺で小顔にするっていうメソッドを、やばいやばいやばい、来ました、来ました来ました、お待ちかねにはあの着替えいただいて、はい、着替えます、ご登場いただき、はいはい、じゃあ吉田先生よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、吉田先生よろしくお願いします、はい、今日私たちはちょっとね、レクチャーは僕でちょっと聞いてますが、今日なんで小顔をメソッドをやることに、そうですね、ちょっと打って変わって皆さんに体験もしてもらうんですけども、まあ宇野葉さんのコンセプトで心と体と向き合う、まあ、整えるってことで、お顔ってのはやっぱり内側から出たその内面的なものと外側から出る容姿の問題があって、やっぱりそれって表情とか表情筋とか、まあ、顔の全てに出るものだと思うので、まあ、そこの巡りを整えて状態を良くすることで内からも外からも整えてるのかなと思いまして、ありがとうございます。ぜひもうすぐできるエクササイズなので、会場の皆様も画面越しの皆さんもすぐ体験していただけると思います。はい。ちょっとね、私たちあのマスクをしているのでフェイスラインはお見せできないんですけど、はるみさんはね、あのもともと小顔ですけれども、そうですね、実際にやっていただいて、あと多分ね、皆さん小顔も気になるんですけど、左右差っていうところが結構気になられる方も多いと思うので、あのご自身ちょっと鏡が近くにあればぜひ見ていただいて、どっち側が自分的には上がってるな下がってるなっていうのをちょっとチェックしていただきながら、あの一緒にこのメソッドやったら、この後、これ大体20分25分ぐらいやらせていただくんですけど、終わった時にはギュッて上がってるので、ぜひあのご一緒にね、簡単なのでやっていただければと思います。で、あの、まあ、宇野葉さんのコンセプト、先ほどご説明した通り心と体のバランスっていうことなんですけど、まあ、エルも日頃ね、そういうビューティーのトピックスたくさんご紹介させていただいていて、でやっぱり元気な人の近くにいるとすごく元気になるようなところあると思うんですけど、お洋服もそうだし、はい、日常的な行動もそうだし、なので今日ちょっとね、夜なので、あのあまり激しいエクササイズはしないんですけれども、あのこの小顔のメソッドでキュッとこう気持ちも上げていただけるようなものを皆さんにお届けできればなと思っています。はい、じゃあはるみさん、ありがとうございます。
しかもなんかここのデザインがあることによってすごいねスタイルがねよく見えるんですよ。野さんキュッとねウエストラインが憧れのウエストラインですけど、じゃあ今日は、はい、あんまりやるところがなさそうだっていうファンの方がいらっしゃると思うんですけど、はい、あの一緒に小顔のレッスンできればと思います。はい、お願いいたします。イエーイ、お願いします。本当に恐れ多いぐらい小顔なんですけど、はい、具体的に例えばじゃあ悩みとかもしあれば。悩み、そうですね、はい、やっぱり左右差が私は気になります。左右差、あの写真に撮られ写真撮られることが多いので結構あ日によって左右差の度合いも違いますし、結構それが私的には、うん、OK です。じゃ例えばまあ分かりやすく説明すると、今だったらこう右の顔の方がまあ、ちょっとシャープというか上がっていて、左の方がちょっとこう先生が落ちているような状態。そうなんです。そうですね、なんかまあたるみという言葉は使いたくないですよね。それってもうパッて見てわかるんですか？そうですね、もうあの扉を入ってきてもらってからちょっと見ちゃいますね。ちょっと怖いよね、それって。そうです、まあ、でも、はい、しっかりこれはポジティブマッサージなんで上がると思うので、はい、お願いします。両眼小顔にしていきます。はい、お願いします。はい、じゃあ最初メソッドはどういったことを？早速なんですけど、ちょっとあの言うのもちょっと恥ずかしいんですけども、うん、もうすごく鋭く小顔にするために、はい、瞬殺エラほぐしっていうのをやっていきます。はい、瞬殺エラほぐし、危険な言葉かもしれないですけど、危険な短い時間でより大きな余白をちょっと取っていくってことをやっていきます。はい、で、はい、顔の面積が大きく占めてるのはこの側頭、頭の横とこの頬の筋肉、噛む筋肉の咬筋っていう筋肉なんですけど、これを具体的にしっかり、はい、効率的に緩める方法をお伝えします。はい、お願いします。ちょっとじゃあマスクも外してもらっているので、親指の支点をここの耳の下にグーッと当てます。はい、ちょっとグーッと押し当てるようなイメージでいいです。ここ耳の下ですね。リンパとかも流れるので押してるだけで結構こうスッキリします。うん、このままなんですけど、でこの押した手で次口を両方吸い付けてみてください。そうです、ここにくぼみができますね。うん、このくぼみをキャッチします。視点を置きながらキャッチ、そうです、うん、で口楽にしてもらったらその筋肉を掴んでる感じが分かると思うんで、はい、それを縦に揺らしてあげたり、そうです、縦に揺らしたり横に揺らしてあげたり横に揺らしたり、でこの時こうやって皮膚を摩擦だけ避けてあげて、はい、しっかり身のなる筋肉をぐっと掴んであげることが大事なので、ちょっと深くいます、ここいますね。います。でそこちょっと痛みも伴いやすい場所なので、うん、最初優しくふーっと投げながら、で片方ずつやってあげる方が分かりやすいですね。片方ずつやってあげる方が、うん、視点に対して口すぼめてつまむ感じですか？つまむ感じですね。摩擦はしないですね。摩擦はしないです。皮膚をこすっちゃうと摩擦になっちゃうんですけども、ぐっと押し当ててキャッチしてるので、これ自体は筋肉を揺らしてるだけです。いや、そもそもやっぱり左の方が筋肉が大きいというか、うん、厚みが強い方ですよね。そう、こっちがやっぱり多く、そうです、筋肉の量が多いのかもしれないで、すごくこの縦にも切って、はい、横にも切ったらもうまとめてフェイスラインを上げる方向に揺らしてみてください。すごい、でも初めてじゃないぐらい手つきがめちゃくちゃ上手です。いや、でも皮膚はさすらないですね。ぐー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 掴んであげた状態でほぐしたい。そうです。どのくらいの時間やればいいんですか？これはね、時間で言うとなかなかこう示すものが難しいんですけど、うん、単純に緩んでいきます。柔らかくなった感じがずっと分かるので、感触として緩んだなって分かれば、皆さんやってください。みんなね、ちょっとやってみてください。見せてあげたい。こちら会場の人が全員こっちのこういうポーズを見てみる、ちょっと怖い絵なんですけど、なんか写真撮るよみたいな感じで、即やればいいですね。即やります。こう隠れてこうシュシュってできます。私もあ、片方欲張っちゃいけないです。緩んだなと、ここは余白が、まあ、これだけで正直余白が取れちゃうんですけども、はい、さらにここから次、秒速フェイスラインです。瞬殺でエラーをほぐしてから次秒速でフェイスラインをパチッと上げちゃいます。はい、
まずそのマスク生活でどんどんこう耳が下がってきちゃってると思うんですけども、これをすごい助けるためにまずピースサインをご用意していただいて、はい、でこの垂れ下がった耳ごと持ち上げたいので耳を下からぐーっと挟みます。でここはもう頭皮なので、はい、顔みたいにあまり摩擦を気にしないで大丈夫かなと思います、うんうん、でぐーっと挟んだ状態で少し圧をかけます。顔よりも、はい、でこの耳を持ち上げならぐーっとサイドラインをぐっと上げます。そうです、上げ切ります、はい、でぐーっと挟んでぐーっと上げます。でこの時圧はずっと頭に向かっているような感じですね、うん、引き上げる、引き上げるようなイメージで押しながら引き上げます。おお、これ気持ちいいですね。気持ちいいですね。でこの時も首はリラックスしててくださいね。あ、首はリラックス、で、はい、ある程度こう滑りが良くなってきたら耳から指2本分ぐらいですね、ここの状態で耳を引き上げて止めます。キュッ、おっ、ごめんなさい。止めちゃいます、はい。止めちゃってから、ここの止めた位置でぐーっとバイブレーション、揺らしを加えます。で、イメージは、さっき瞬殺でエラをほぐした、この余白をさらに持ち上げるイメージですね。でそんなにこう力を使わなくて、指3本とかでもできちゃいます。うん、1本じゃちょっと辛いかもしれないんですけど、4本、3本ぐらいでできちゃうと思います。脳が動いてる。ふぅ。そうです、そうです。いや、前の光景が面白すぎて、みんななんか困ったさんみたいな。そうです、困ったな。そうです、こうやってエラをほぐしてあげてベースラインを上げることで、まず顔内です、お顔内で一番効率的に早くリフトアップできる方法。これだけでグッと、どうですかね、ちょっとだけちょっとだけ一番ね、こんな感じ。あ、左がそうですね、ギュッと上がってますね、見えますかね。そうですね、頬の位置とエラの余白、綺麗、上がる、うん、この余白がどんどん減っていきますね。そう、ここの余白がやっぱりこう、ここが下がってるからこそ広いくなるんですよね、うん、厚みがやっぱり強いと質量があって重力に負けちゃうので、うん、鏡を見たい今、うん、ですね、うん、首も伸びるし、目も開くし、そうです、はい、で、まあ、どん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 この今の時に余白を減らしてあげる、うんうん、撮影の前にこうやって一瞬こう隠れてなんかパッとかもできちゃいます、うん、隠れる、隠れる、隠れる、何やってんだろうって、隠れて写真撮るし、メイクの形になっていただきたいから、そうですね、そうですね、メイクさんにぜひ、なるほど、テレビ見てくださってる方とすごいテレワークの方も多かったりね、オフィスワークで座ってらっしゃる方が多いから、なおのこと凝り固まってる方が多いから、そうですね、顔内確かにですかね、はい、あんまり皮膚は引っ張らないでっていうのがポイントでした。はい、で、これでしっかりこう顔をまず整えて、結構左半分がガーンと上がって、頬の位置とか目尻の位置とか目が開きやすいところが出てくるんですけども、うん、結局これって体の上に乗っている顔の問題なので、はい、今度はこのたるんでしまっている原因が体にもあるんじゃないかという仮説を立てます。はい、例えばこの距離が短くなればぐーっと頭をこっちにしてたるみが出てきますね、単純に、はい、なのでこれがこの距離だけで短くなっているんじゃなくて、足元ですね、足元のこうやって筋肉からどん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 引っ張ってたるみができてるんじゃないかっていうことです。なのでちょっとここから大きく変わっちゃうんですけど、はい、足元のストレッチに移行します。はい、体の側面全部伸ばすっていう必殺技をやっていきます。必殺技、必殺技、あ、ちょっと恥ずかしいですね、必殺技、はい、必殺技、知りたい、そうです、まずこう普通にヨガマットに乗ってもらって、はい、そのままで、はい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 、で縦にぐーっと体を向けていただきます、はい、で股関節を単純にこうやってストレッチしていくようなポーズを取っていただきます、はい、そうです、でぐーっと片膝つけてもらって前足をぐーっと横にしまっちゃいます。キュッ、そうです、もうこれはすごい柔らかい、柔らかいからできるんですけど、これができない人はちょっと無理をせずで大丈夫です。で、このままこれでもうすでに体の側面ですね、はい、あのカメラとは逆側なんですけど、体の側面を伸ばすストレッチ、単純にお尻のストレッチをして、太ももの外側のストレッチをして、足の外側を伸ばしているような状態です、はい、で、さらにここで伸ばしながら、ここがポイントなんですけど、はい、右手の余っている手で、ちょっと靴で分かりにくいかもしれないですけど、はい、内くるぶしを親指で、他の手で外くるぶしで反対の外くるぶし、はい、あ、ごめんなさい、
反対の手で、あ、そうですね。こういうことですね。そうです。かかとの外側をキャッチします。で、このお尻を伸ばしている同時に足首を回してあげる。そうです。ちょっと足首をほぐしてあげるのがいいですね。靴では感じないかな。すいません。本来はここにぐーっと圧をかけて、かかとを回してあげるようなイメージです。で、これで合ってます？合ってます。はい。で、かかとを回してあげることで、ここのふくらはぎのポンプがすごい働くので、いやこれはね、ぐーっと上がっていきますよね。じわっときてます。と、同時に、全部この外側の筋肉を伸ばしながらほぐすっていう、2つの技をやってるって感じです。はい。忘れてはいけないのは、お尻をずっと沈めておく。忘れちゃいますね、これ。忘れてましたね。はい、お尻を伸ばしながら、ぐーっていきます。はい。はい。OK ですか？はい。この体勢がしんどい人は、横向いてもらって、両膝を三角に落ちます。両膝を三角に落ちて、そうですね。重ねてしまいます。はい、で、ちょっとヨガのポーズとかでもあると思うんですけど、ぐーっと大きく外にしてもらって、こっちのお尻をぐーっと倒しながら、足首を回したい。同じように。はい、で持つ位置はかかとの位置ですね。そうです、はい。ここをぐーっと回します。これもお尻を伸ばしながら足首を回すってことが重要です。そうです。お尻を伸ばしながら、足首を回すってことです。はい。はるみさん、体がすごい柔らかいからね、このポーズ難なくできてますけど。そうですね。結構凝り固まってると、このポーズすらね。できない人がいますね。ね、難しいと思います。本当ですか。でこの実はお尻をストレッチしているようで、本当はここの頬を上げてるっていうことにつながるので、あ、そういうことです。でもそこ、うん、すごいですね、そのつながりが。つながってるってことです。で確かに全部、はい、側面は全部こうつながってます。頬まで。いや、なかなかやっぱやろうと思わないと、こういうストレッチってしないですからね。しないです。テレビを見てでもできるんで。うんうん、はい、朝と夜とどっちがおすすめとかありますか？それとも、うんうん、特に時間は気にせず皆さんにやっていただけます。すごいこういうリラクゼーションを目的とするとか、ゆるいストレッチとかっていうのは結構夜寝る前とかがおすすめで、まあ、副交感神経ですよね、はいはい、心と体をそれこそ整える副交感神経が優位に働きやすいのが夜なので、うんうん、夜寝る前に体液を流してあげるようなイメージになったりとすごくいいです。でも目覚めのストレッチとかさっきの秒速フェイスラインとかだったら、うん、朝の顔を映えさせたいので、うん、朝にやって活発にシャキンとさせシャキンとさせます。シャキンと、はい、OK ですかね。なるほど、はい、本当寝ちゃいそうですよね。いや、確かに心地いいから、本当にこの横になって、おやすみなさいですね。で、このまま足をじゃあちょっと外してもらって、はい、で、そうです、よし。で、続いてなんですけど、はい、このまま先のポージングでもいいですし、はい、一番最初の股関節を伸ばしたポージングでもいいんですけど、はい、皆さんができる方でいいです。まず緩めの方でいきましょうか。緩めの方、さっきの膝を折った状態で、あ、そうです、ごめんなさい、で片方も乗せてもらって、はい、この状態で今度はちょっと続きなんですけど、はい、お尻のストレッチをしながら、はい、側腹ですね、はい、肋骨のここの側腹部を伸ばしていきます。肘を大きく上に上げた状態で頭を触って、肘と骨盤の距離を離していきます。そうです。で、これも重要なのはただ体幹の横をマッサージしてるんではなくて、ここのお尻のストレッチをしながら側腹を伸ばしてるんです。伸びろ伸びろ。そうですね、だいたい25秒ぐらいゆっくりかけていきます。で、これは側腹部上げていこうと思ったら足どんどん上がっていきますよね、うん、こうするとマルチストレッチ、複数ストレッチの意味がなくなってくるので、お尻はしっかりぐーっと下ろした状態でぐーっと伸ばしていきます。で、結局これも目的を忘れちゃうんですけども、左の頬を上げるためです、うん、すごい、直接触らなくても、そうです、遠い場所でこんなに上げられるんですね。OK です。はい、すごい、でももうしなやかですね。あ、すごい、あ、ウェアが動きやすいのが見ても分かりますね。あ、そう、このウェア、本当に動きやすい。どこまででも行けちゃう。帰ってきてくださいね。はい。この状態で、今度は、はい、反対の手を使います。反対の手。背骨はずっと起こした状態で、はい、大きく、反対の手から大きく耳をぐーっと掴んで、今度は首をぐーっと伸ばしていきます、はい、この時こっち側に置いている手をご自身の背中の右手をぐーっと、はい、右のお尻を触りに行くとより首の距離が伸びるので伸びやすいです。そうです。あー、伸びてる、伸びてる、ここ綺麗に伸びてきますね。やっぱでもこう行きづらいですよね、首が。そうですよね、こっちの方が硬いですね。硬いですね。で、
れてはダメなのは、はい、首のストレッチをしているだけではなくて、お尻のストレッチを続けながら首のストレッチをするってことです。ここもお尻が重要なんですね。そうなんです。なるほど。顔以外の全部体の横のラインを一気に伸ばそうねっていうのがこういうマルチストレッチですね、はい、マルチストレッチ。こう無意識だとこう、そうです、こっちが上がってきちゃう、はい、お尻が楽しちゃうから。このお尻がきつい人、苦しい人はこの足が下でも全然大丈夫ですね、はい、うんうん、下に引いてもらっても全然大丈夫です。こっちが上で足組み替えても大丈夫ってこと。ああ、なるほど、うん、ぐーっと伸ばして、これも25秒ぐらいぐーっと伸ばしていきます、はい、でちょっとごめんなさい、見るの忘れたんですけど、これ首の倒しやすさも変わってきます、うんうん、なので見ていただいている皆さん、首の倒しやすさとかで評価してもらうと結構わかりやすいと思います。どっちかだけが倒れづらい。そうです、そうそう、なんか、はい、引っかかりを感じるっていう感じ。そうです、まさにで引っかかりを感じる方がたるんでる方が多いです。で引っかかりを感じる方の側面でやっていただくと、うんうん、はいはい、このストレッチはめちゃくちゃ効果的です。やっぱこう引っかかるなって思ってる首の方の顔が下がりやすい。下がりやすいってことです、うんうん、足からちょっとずつクッククックってこう筋膜の構造が下に下に引き下がってるので、どん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 それを下から緩めていきました。足首の外側、足首のかかと、お尻、側腹部、あ、ごめんなさい、お腹の左ですね、うんうんうん、であと首、うんうん、これをマルチで複数一緒に同時にやったり、結構1回で済んじゃいます。なんか全然違う、あの自分でだけど左が生き生きしてきた気がする。左が生き生きしてきた、うん、なんか左が生き生きしてます、うん、合ってるかな、合ってます、合ってます。もうそれしかない表現です。めちゃくちゃ笑ってますもんね、すみません。それしかない表現ですね。それしかない、生き生きした気分、はい、うん、っていうので続けていくと、でもこの姿勢のままさっきの瞬殺エラー節も秒速フェイスラインもできちゃうと。うん、すごい。たるみは全然怖くないですね。確かに、うん、だって直せるってことですね。直せる、そうです、うん、今からでも遅くないみんなどうですか、うん、もうちょっと上がり方がすごい分かりやすいぐらいキューって上がってるのが分かると思います、うん、目尻の位置までちょっと上がっちゃってるんですけど、首の距離とか、だからやっぱ両方やらないとダメですね。逆に上がりすぎちゃって、そうですね、うん、皆さんこう落ちてる方側をメインにやってあげると、眉毛の位置もこう全然高さに上がっちゃいましたね。でこれで実は顔触ってないんですね、後半。あ、本当ですね、はい、触ってない、触ってないです。グリグリやってないですもんね。グリグリやってないです。いやだからなんかこう小顔マッサージって、うんうん、私やっぱりちょっと摩擦が気になったりとかして、そうですね、摩擦で今度こう肌荒れにつながっちゃったりとかするのがちょっと懸念点なんですけど、何にも触らずこんな上がるなら、ここ掴む時も摩擦は減らせるので、はいはい、気をつけてください、はい、うん、ありがとうございます。じゃあちょっと最後ね、あのエクササイズもう一個あるんですけど、その前にはるみさんにご質問が来てて、トップスって他の色もありますか、はい、っていうことなんですけども、トップス他の色ありますよ、ね、白と黒と、はい、このピンクベージュとあります、はい。で今日先ほどあの菅沼さんがあのジャケットの下に着用されてたのは実はこのクロフトの白なんですね。でサステナブルな素材でこれもできてて、天然由来の天然繊維なのですごく肌触りもいいし、あと速乾、うん、何よりも吸汗速乾なので汗かいても色が変わらないぞっていう、うん、すぐ乾くね、はい、ライトブラウン、あとライトブラウンもあるということですね、うん、ポカポカしますね、うん、なんかちょっと怖せかいてるなって言ったって言ってちょっとね、はい、暑いよ、暑いよね、暑いですね、ライトなんでね、はい、はい、じゃあこれで最後はまたちょっと日常でできる、はい、本当に簡単なね、本当に簡単にエクササイズをもう一個だけご紹介してくださる、おお、やったやった、まあ、タオル、何の変哲もないタオルです、はい、で本当にこれはすごい単純なまた話をして、これはレクチャーというよりも日頃気をつけていただくことなんですけども、はい、基本的にさっきの筋膜というか筋の配列構造でいうと、体に触らなくても 顔に触らなくても体を変えれますよね、うんうん、で上半身も同じようにこう筋膜のつながりっていうのがあって、例えば皆さんがスマホを握るとか何か物をつかむとか電車のつり革をつかむときってすごい多いのが親指優位で使っちゃう人が多いですよね、うん、親指優位、はい、でちょっと手を開けてもらったときに親指のこの筋肉
をたくさんグーって使う人ほど内に入ってきます体が、うん、ってことはすなわちさっきのようにこの筋膜ずっと顔までつながってるとしたら内にっていう人は単純にたるみますね。ああ気持ちのイメージでたるみました。なので親指側をこうやって使って内巻きになって猫背になって首が前になってたるんでる人って多分たくさんいらっしゃると思うんですね、はい、すごい目が合ってしまいました。たくさんいると思うんですけど、でそれを日頃のスイッチで変えないといけないんですけど、それってもうすごく単純なことで、単純に小指を使うことです。小指を使うことです。で多分小指の動かし方って皆さんこう難しいと思うんですけども、はい、小指の筋は逆に背中側をぐーって通って、ごめんなさい、腕の外側ですね、ぐーっと通っていって、うん、頭まで付着しています、うんうんうん、この路線っていうのは、はい、なので小指側を使うことっていうのは背中を使うことになります。背中を使うことっていうのは頭を引くことになります。はい、ということは常にリフトアップした状態を保てるのは小指を使うことになると思います。なるほど、はい、ここ神経動かすの神といい全く想像しないと思うに変わらずです。これも小指を使い方、タオル忘れてました。忘れてる。これがあれなんですね、はい、でタオルとかもこうやって拭くときも結構親指側で使っちゃうんですけど、はい、全部タオルドライが終わった後に薬指と小指でこうやって持ってください。薬指と小指、ちょっと分かりやすく言うとスパイダーマンのポージングですね。そうです。これだけで結構苦しくないですか。苦しいですよね。普段使ってないと思うんですけど、だいたい肩幅に広げてもらって、はい、親指から中指の指はぐっとパーしておきます。で、薬指と小指でグッと握ります。もうそもそもこれが結構苦しい、ね、力が入らないですね。これって何をしてるかっていうと背中側の意識をちょっと強めてます。はい、なのでこの状態でグーッとバンザイしてもらってタオルを後ろにグーッと、そうです。で、肩甲骨をどんどん動かしていく。すごいいい可動域ですね。うん、動いてます。はい、すごいね。だんだん中指も参加しちゃってます。あ、参加しちゃう。はい、約束は小指と薬指スパイラーですもんね。スパイラーです。はい、でここの背筋を使いながら肩甲骨を寄せるようなイメージでどんどん使っていきます。どんどん中指参加してますね。約束と違います。約束と違う。ルール違反。ルール違反。難しいな、これ。使っていきます。連動しちゃいますね。重要なことは肩を動かすってことも大事なんですけども、小指を使うってことが大事なので常に小指を意識します。そうです。だからこう肘がこう外に行くっていうのも違うんですってことですね。こう肘が正面に向いてて、向かって伸びた状態で小指を使っている。はい、はい、で、あ、これめっちゃ難しい。単純にこの動きの後ろバージョンもあります。小指で小指と結ぶように握って肩幅で、今度は後ろに肩甲骨を開いて、後ろに肩甲骨を、あ、そうです、後ろの方が、そうですね、うん、これをすることによって例えば内巻きになる前の筋肉にストレッチをかけながら肩甲骨を使える。で、また約束破ってますね。この中指を参加させる。あ、完璧ですね。中指を参加させる。小指を使う。約束破ってるやつ。。そうです、はい。どうしても連動して。連動してます。なので、それだけ前に張りたがってるってことです、体は。うんうんうん、はい、内巻きになりやすい人が多いですよね。なりやすい。で動きを例えば左右で振ってあげたりとか、小指で握りながら左右で振ってあげたりとかすると、はい、いろんな動きもできると。そのお風呂が、そうです、もう完璧です。中指を離した状態。そうです。はい、やってあげると完璧です。もう完璧です。もうリズミカルに動いてる。です。スポーティーですね。はい、これは単純にこうタオルを使うことというよりも、肩甲骨を使うことというのも大事なんですけど、小指を意識するということがまず重要なので、日常から小指を使って、例えばペットボトルを握るときとか、iPhone を持つときとか、釣り革を持つときは小指で握ったりとかすると、顔が引き上がる方向に働いてくれますよという、ポジティブマッサージ、ポジティブエクササイズです。すごい。自立もね、ものすごい効果が、確かに。ちょっとずつで変わってくる。本当にそうです。ちょっと情報量が多くなっちゃいましたが。いやいや、はい、すごい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、もう大汗かきそうな。暑いですね。息が本当にありそう。ありますね。すごいね、動きやすそうです。これ、そう、ウェアがね、本当に動きやすくて、うん、もう着てる感覚さえないぐらい。着てる感覚ありません。ブラトップの上に今日はね、重ねていただいてるけど、うんうんうん、動きやすいし、はい、なんかスウェットパンツもちょっと細身で、そう、ね、スタイルがすごくよく見えます。よく見えますよね。伸びる。そうそう、足が長いのがまた映えますね。そうですね、もうすでにあの、はあ、短くなってる、ね。ちょっと並びたくないです。はい。全然そんなことないですけども、うん、
そう、動きやすくて、なんか何のなんだろう苦しさも違和感もなく、スッと馴染んでくれる感じですね。意識できる。あゆみさんボディを目指したい方はぜひね、このセットアップっていうか、このトップスと、ね、はい、スウェットで、この小顔エクササイズ、ずっとこれを使い続けて、ぜひやってみてください。はい、のいい体に、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すごい熱気を感じるんですけど、すでに熱気を感じております。はい、頑張っちゃった、ちょっと。あ、すごい、ギュッと上がって、はい、はい、みんなで上がっていきましょう。嬉しいですけどね。生き生きしてます、左側。左側が生き生きしてます。ありがとうございます。じゃあ、今日ね、ご着用されたうのはさんのコレクションですけど、はい、この間撮影もね、させていただいて。そうなんです。エルさんで ね、公開されますね。はい、11月19日に公開させていただいて、うん、はい、で今日、しのさんがいろいろアイディアをくださった着方、ありますけれども、うん、今回またちょっとね、スペシャルの着方をしていただいたんですよね。ちょっとまた、うのはさんで何回か撮影させてもらってるんですけども、このエルさんバージョンは、すごい私も、え、こんな着方しちゃうのっていう、ちょっとまた新しい発見があったので、ね、重ねて重ねてっていうレイヤードの素敵なコーディネートの提案をしているので、はい、11月19日公開予定なので、はい、ぜひ皆さんご覧になってください。お願いします。今日ね、気になったアイテムいろいろあるかと思うので、この後ご紹介するんですけれども、EC サイトがすでに立ち上がっているので、ユノハって調べていただければ、ね、はるみさんの素敵なビジュアルと一緒に、あと素敵なお背中と一緒に、お背中を見ておりますので見ていただいて、はい、アクティブウェアがいいなとか、トップスがいいなとか見ていただけると、いろいろとコーディネートのアイデアもご自身に広がるかなと思うので、うん、ぜひぜひご覧になってみてください。ありがとうございます。はい、じゃあ、ありがとうございます。まあ、どうでした？楽しかった。ね、あっという間に45分。サロンもあるの？あ、サロンもあります。サロンもあるらしいので、サロン吉田圭吾先生、自分の名前を伝えます。サロン吉田圭吾。あ、そうです。あんまり来ないでください。逆に新しいですね。新しいですね。はいはい、なのでサロン吉田圭吾ですとお電話出てくださると思うので、はい、その吉田先生と、はい、ぜひ、ぜひ、ぜひ、皆さんもやっぱり、ね、してます。みんな、はい、立ち方も変わると、なんかこう生き生きしてくるし、うん、あとこうオンライン会議が増えてくるって、やっぱりなんか自分の顔が本当に膨張して映るのが気になるって言って画面オフしてる方とかいらっしゃると思うんですけど、そうか、はい、皆さんね、スッキリしていただいて、あと2ヶ月と今年もありますが、元気に乗り切っていけたらいいなというふうに思います。はい、はい、今日はありがとうございました。また皆さんどこかでお会いできればと思います。あと、しのさん、しのさん最後に、あ、これは、これ間違いね、ね、かわいい、このジャケットの下にこう合わせるっていうのが、ね、パンツも、ね、パンツもそうなんです。そう、ベルベットって可愛いですね。おしゃれ。可愛い。可愛い。これ黒ですよね。これ黒ですね。可愛い。T シャツ素敵。おしゃれだよね。すごい、すごい喧嘩で。もうそうだよね。なんで笑っちゃった。なんで笑っちゃった。入ってくるんですよ。ありがとうございました。皆さん夜ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。